阪神勝利おめでとうございます。今日はやっぱり糸井の逆転ツーランだと思います。その2点の決勝オーダーで勝利、あと中継ぎ陣が頑張ったのが地盤かなというふうに見てました。もう糸井君は日本ハムの時に一緒にピッチャーとして一緒にやった仲間でもあります。まあ、先発要員であったり中継ぎであったり先発で、僕も1年目の2軍のコーチの時に糸井君と知り合って、監督から先発でなかなかうまくいかないので、ファームでどうしたらいいかなという考えがあって、で、まあ、抑えをファームでやらせたら、すごい1イニングだったらビシャッと抑えてくれた、チームの方針で、まあ、ストライク入るようになったから、また先発に回してくれた、それがうまくいかなくて、まあ、もともとプロに入る時も聞いた話では、バッターもいいので、ピッチャーがダメならバッターになるという、まあ、約束事があったようなふうに聞いてました。結果、バッターに転向して、まあ、大成功した、まあ、一人だと思ってます。で、活躍も期待して、まあ、ライバルで、パ・リーグ同士では結構当たって結構打たれました。確かに。もう集中してる時の彼のバッティングはすごいです。まあ、ダメな時は簡単にアウトになるんですけど、集中してる時の彼のそのバッティングの良さ、技術のミートの良さは、まあ、目立って、素晴らしかったです。まあ、今回は新人の佐藤君の入団で、なかなか出番が今年はありませんけども、今回、外国人の枠でライトスタメンで結果出せて、自分なりにも本当に良かったと思ってます。まあ、このまま外野で大山君が治るまでずっとスタメンで出てほしいなという気で見てました。それはだからチームをまとめてくれたり、まあ、そういう後輩の面倒を見たりするアドバイスをしたりしてくれるような選手になってほしいっていうのは持ってると思うよね。やっぱりコーチが言えない分も選手同士だったら言えることもあるし、まあ、例えば選手がコーチの言うことを聞かないけども、この先輩のことだったら聞こうということもあるし、それはもう監督はだからそういうある程度実績を収めた人にはそういうふうにチームをまとめてほしいと思ってると思うよ。そういう期待はしてると思う。それができるかできないかはあと本人の性格とか考え方になってくるよね。でも今年ね、見てたら自主トレからすごいそういうふうに頑張って、まあ、佐藤君も入ってきてからやることにしてたと思うよ。でも実際、蓋を開けたらスタメン外れてたわけだから。で、この2回のチャンスでもうホームラン2本打って、自分なりのアピールはできてると思うけどね。だから試合に関しては、このベテランがいた方がいいとかはあるよね。やっぱりこう、勝つための、やっぱり優勝の経験ある人だったら、そういう試合になった時のアドバイスできたり、こういう時はこういうふうにした方がいいっていうアドバイスもできるし、そういう経験のない、優勝したことを経験のない人だと、そういう局面にあったことないから、アドバイスできないよね。やっぱり優勝したとか、そういう決勝戦で負けたとか、そういうことがあれば、こういう時はこうした方がいいってアドバイスできるけど、やっぱり優勝経験ない人は、そういう試合をやったことないから、ってことも詳しく、厳しく言えばそういうこともなってくるよね。優勝経験ない人はアドバイス経験ないんだもん、言えないよね。馬場君がやっぱり3回ビシッと抑えてくれたのが、まあ今日の一番の勝因かなと思ってます。まあ1本打たれましたけど、ほぼ完璧に低めにカットボール、スライダー集めて、フォークボール。で、150キロのストレートを見せて、まあ、それでゴロアウト。まあ、この3回をビチッと抑えたのが、まあ、阪神の勝ちパターンの投手リレーにつながったと思ってます。1イニング目、3人でビシャッと抑えた。でも、いつも言うみたいに、回が浅かった。んで、勝ちパターンまで行くまでのピッチャーが、まあ、いるけども、100%信用できるわけじゃないし。で、今日のピッチングのボールを見せたら、これだったら、馬場で、まあ、明日ゲームないし、だからもう行けるとこまでやないけど、6回までは行ってもらおうと決めてたもん。それにもう十分応えて、今日は丁寧に低め低めに、変化球はもう投げ切れてたし、まっすぐはまあ頭に浮いてたけども、結局、梅野もやっぱりカットボールかな、スライダー、どっちかわかんないけど、あのボールが本当にアウトコース低めに丁寧に投げてたのが印象に敵だったし、宮崎の空振りなんか見事なスライダーだと思う。宮崎がまっすぐ来ると思ったのが、その本当に当たらないような高さ、見逃してもストライク、バットも届かない、そんなようなスライダーで空振り取ってた。本当にスライダーとフォークボールは本当にワンバンも多かったけども、まあ、それは追い込んでるから、ワンバンでも全然問題ないし、それくらいもう追い込めてたんで、まあ、フォアボール出すようなイメージもなかったし、今日は本当に低めに丁寧に投げてたのが印象的で。馬場の今日のピッチングだったら、まあ、4、5、6をしっかり投げても、全然
まあ、俺でも、もう言ってもらってたね。今日のピッチングだったら。だからこう、ピッチャー変えるのは、変えたからって抑えるって保証はないので、やっぱり今日のボールを見て、今日はいいなと思ったら、俺はそのまま投げてほしいなっていう考えで使ってたし、投げさせてた。だから、まあ、馬場を4イニング目生かして、で、まあ、例えば、4番の佐野君のところを1人だけ回ってきたらね、例えば話だよ、そこだけから生かすとかね、それだったらありだと思うけど、まあそこはもう、まあ、チーム的にもう調子いい割関係なく勝ちパターンの、岩佐と岩崎なんで、これしょうがないのかなと。まあだからそれもいいピッチャーで、調子のいいピッチャーで行った方が絶対的にはいいのよ。で、あれは例えば4回まで行って、7回も行ってもらって、岩崎行ったら、例えば打たれてないかもしれないしね、今日のピッチングだったら。ただ4イニングになると、まあ、疲れも出てくるしっていうのもあるし、今まであまりね、3イニングとか投げてないから、2イニングはあるけど、まあ、イニングって結構簡単そうで、投げるの難しいからね、結構疲れも、まあ、2イニング、3イニングくれと思うけど、結構ガクってくるピッチャーも多いので、まあ、そこでこう見極めるのも大事やけどね、もういいかと。いいからもう一回行かそうって言ったら、まあ失敗することもあるし、いいとこで書いておくのも一つの手でもあるし。うん。でも、良くないなりに投げれるようにならないといけないよな。それはまあ、まあ、本当に左だけに使うとか、またその内外でね、練習をして、もう一回いいものに戻すとか、やらないと、ずっと、同じような練習したら、どんどん悪くなっていくような気もする。結構こう高めに抜けるボールも多いし、ただそれをピッチングの中でずっと見ておかないと、いい時のフォームとか見ておかないとなかなか注意できないし、だから練習もあるよね。本当にちゃんとしっかりランニングしてんのかとか、そういうのもあるし、もう毎日中継ぎやってるから、また阪神だったらそんなに走らせてねえのかなっていうのもあるし、だからそういうのがこう怠ってくると、調子って落ちてくるやんか。ブルペンだけで投げることだけやってると調子って落ちてくる。いくら毎日中継ぎでもしっかり走る日は走る日で作っておかないといけない。まあ俺だったらちょっと調整が立ってちょっと遠投をちょっと多めにやるとかね。で、ピッチング出番のない時はまあやってないと思うけどピッチングしないとか。で、遠投をちょっと大きいフォームで遠投をするとか。そういうふうにこうアドバイスをするけどね。結構ね、18メーターばっかり投げたら調子って落ちていくのよ。やっぱ腕の振りがどうしても小さくなってくるから。これはもう間違いなくそうなっていくの。ブルペンだけで投げてても。やっぱりそこで、中継ぎは毎日投げないといけないから、なかなか遠投とかしないと思うけど、でもそういう方法もやっておかないと、やっぱ腕の振りがどんどん、低く投げようという意識がつくなと、腕の振り的には小さくなっていくんで、この指にかかるボールが少なくなってくるから、調子が落ちていくよね。だから中継ぎであってもそういう当分、まあやってるとは思うけどね、遠投やったり、いろんな方法でこう、調子を落とさないようにしておいた方がいいと思う。こんにちは。コメントに答えていきたいと思います。イニングまたぎは、やっぱり負けてるケースが多い時に、まあ投げてもらうってケースがすごい多いんです。まあ僕的には、イニングまたぎはもう当然のことだと思ってます。そういうふうに使ってきました。でもまあ監督も今質問の通り結構打たれるケースもあったので大丈夫かって言われるケースも結構ありました。でも、ゲーム的には長いイニングを投げてもらわないといけないピッチャーも、前も言ってますけども、そういう先発要員できるのも僕は入れておかないといけないって話もしたし、やっぱり追いつくまでにしっかりその頑張って0点を抑えてもらえる。で、3イニング、4イニングも投げてもらえるピッチャーも置いておかないといけない。あとは投げてもらうケースとしては、やっぱりボールを見て、あ、今日は調子いいからもう一回行ってもらおうっていうケースもある。で、その時に、前もって言っておいたら、抑えたら行くよって言っておいた方がいいような気もします。抑えたから行くよって、選手はもう一回でいいと思って、今日緩める選手も結構いるような気がして見てました。え、まだ行くのって時は、やっぱり結果悪いです。だからそういうケースもあるので、やっぱり、まあ、抑え、まあ、本人も分かってくれないといけないんですけどね。負けてるゲームだったら、2回か3回は投げるだろうと思ってくれたら、
次のイニングも多分頑張って投げてくれると思う。その回が抑えてもう一回行くよったら、えっと思った時にはやっぱり失敗するケースも結構出てたような気がします。だから評論家の人もまたイニングはダメだダメだっていう人も多いんだけども、でもそれはチームの事情として投げてもらわないといけない。あんまりそういうね、連戦になった場合はピッチャーを使えないので、そういうのもしょうがなく使ってるケースもすごい多いので、まあ評論家は、またいなげば、イニングはダメだとか結構言いますけど、それはチームの事情で、打たれても抑えてももう一回行っていかないといけない、もう事情で投げてるケースの方が多いと思う。だから、もう早い回に先発がノックアウトされた時には特にそうだし、で、勝ってるゲームでも、早い回に先発を変えるときには、やっぱり2イニングくらいはしっかり投げてもらいたいっていうのも、ほら、コーチとしてはあったので、それで打たれても、これはもう僕らの責任で、これはしょうがないと思ってます。だからもう、ベンチでは、まあ、6回まで頑張ってほしいとか、そういう気持ちで送ってるケースが結構多いです。んで、そこでバッターが追いついてくれたら、勝ちパターンのピッチャーに変えたいっていうのが、一番理想的に思っているんですけども、もう3人でピッと抑えたけども、次のトップバッターフォアボール出したりするケースも結構あったし、でもそれでも使わないといけないっていうケースが結構多いので、それはしょうがないと思います。だから7回、8回までいっちゃうと、勝ちパターンのピッチャーを1イニングずつ使えるけど、じゃあ6回、7回までいくのには、調子のいいピッチャーに2イニングくらい投げてほしいっていう気持ちで送り出してます。